今日そのちょっと仕事をしながら、はい、尊敬する敬愛する、はい、山田礼二さんのなんかプレミアム動画、うんうん、みたいなもので、はい、あの配信されていたんですね、うんうん、僕も見ましたよ今日。死にたくなったら。あ、ご覧になられました？見ました。でちょうどその動画を見ていて、はい、なんかまあ女性多分支援を行ってるのかな、若い子たちの、うんうん、でその女性との対談みたいな話だったんですけど、うんうん、何をその子たちは悩んでいるのか、うん、みたいなところで、その若い子たちは、うん、私は間違ってるっていうので悩むんだと、うん、例えば、まあ、私は間違ってる、うん、で一番の悩みが、学業不振、うん、2番目が友達との不和、うん、3番目がその親子関係、うん、っていうので、まあ、そのうまくいってないから、うん、私は間違ってる、うん、っていうのでその若い子は悩んでるよみたいな話を、うん、で山田礼二さんの話が聞きたいっていう話 で、うん、で山田礼二さんがなぜ今生きづらいのか、はい、みたいな山田礼二さんの見立てとしては、うん、この社会がおかしいんだよ、うん、みたいなところ、はい、要はこの戦後ぐらいから、うん、まあ、戦後って一回、はい、国がボロボロになって、うん、超貧乏、はい、なところから、うん、その豊かなこと、うん、イコールそれが正しい、うん、っていうのが変わらないまま、うん、今も続いている、はい、この型が、うん、その教育にも染み付いていて、はい、それが苦しくさせてるんだと、うん、っていう話をされていてですね、はい、僕の中ではこの日本って、うん、結構、はい、幸せな方の国なんじゃないの、まあ、はい、まあ幾分なんか気になる点はあるんですよ、うんうん、まあ、上位 5% って言いますもんね、日本、日本、それでこれかそれでこれか、うん、でも確かに、うん、今あのフランスは燃えてますし、はい、そんなにこの国は悪くないよ、まあ良くもないですけど、ね、まあフランスも上位 5% ですよ、なんなら。ああ、なるほど、うん、だとするとそんなに悪くないけど、うん、なーとかって思いながら、うんうん、ただもう一個、はい、この私は間違ってるっていうのと、うん、自分は好きっていうのをちょっとつけたんですけども、はい、これについては、うん、まあ、ちょっと古い本なんですが、うん、こちらがですね村上さんのところ、はい、と言いまして、うん、村上春樹さんに、うん、読者が直接質問できるみたいな本が、はい、もう1995年くらいから、うん、ずっと出てて、はい、あの、まあ、村上春樹、村上龍が好きな私としては、はい、あの隠さず読んでるんですけど、うん、この中にですね、うん、19歳の女性がですね、うん、自分のことが好きですかっていう質問を送ってるんですね、はい、うん、村上さんこんばんは、私はあまり自分のことが好きではありません、うん、村上さんはご自身のことがお好きですかっていう質問をしてるんです、はい、で多分この私は間違ってるっていうのと、うん、自分は好きですかっていうのは、うん、なんかちょっと近いような気がしていて、うん、で村上春樹さんはこう言うんですね、はい、自分のことが好きですかっていうのに対して、あまり自分については考えないようにして生きてますと、うん、なるべく他のことについて考えるようにしていますと、うん、他のことについてどう考えるかという姿勢や考えの中にあなたはいますと、その関係性が大事なのであって、あなたが誰かというのは実際にはそれほど大事なことではありませんと、そう考えていくと少し楽になれるんじゃないかなって答えてるんです、はい、なんかこれなんか体調に近いなと思って、うん、体調その自分のこと好きですか？まあ考えないですよ、自分が好きかどうかな。そうなんですよね、はい、で僕は考えますよ、うん、でも僕は自分のことが好きなんですね、うん、どちら、まあ、嫌なとこもありますよ、うん、嫌なとこは含めて、うん、それが人間じゃないですか、うん、っていう感じで、うん、僕は僕のことを、うん、好き、まあ好きなんだろうなと思うんですよ、うん、でも自分のことが好きだ、うん、でも悩むんですね、うん、自分が好きかどうかでは悩まないんですけど、うん、悩みはそれなりにあるんですよ、うん、ってことは自分が嫌いでも、うん、嫌いって悩む、うん、好きになった方がいいんですかね、うん、いや好きになったとしても、うん、他のことで悩むよっ
っていうのって答えになってないですかね、はい、そう悩むかどうかは分かんないですよ。自分のことが好きでも、好きでもというか好きだから悩むわけじゃない。そう、嫌いだから悩むっていう人は嫌いだから悩んでんじゃないですかっていう。あ、僕のは答えになってない気はします。あ、その答えになってるとは限らないみたいな。あ、もともと違うものを比較してる。なるほどね、うん、ちょっとねこのね、はい、あの理論構造を、うん、はい、ちょっとねどこかで動画には作りたいんですけど、はい、うん、僕はなんかそれで解決した気になってたんですけど、はい、まあ、悩んでいうと、まあ村上春樹さんが言う通り悩んでも仕方がないというか、うん、悩んでも好きか嫌いかで悩んでも、うん、好きになっても悩みはあるよ。なんですよ。ってなると、はい、好き嫌いは関係ないって話ですよね。そういう答えになるかもしれないですね、うんうん、だったらなんか違うこと考えたらいいんじゃないのっていう、うん、っていうところで、うん、なんかその自分は間違ってるって悩んだとしますよ、ね、はいはい、私は正しいだとしても、うん、悩みは尽きないだろうなと思うんですよ。その悩みって何ですかって話ですよ。まあやっぱりその年収とかいろいろあるんじゃないですか。年収とかは、はい、私が好きには関係ないですよね。私は好きは関係ないけど、うん、自分は間違ってるっていうのは、うん、このなんて言うんだろう、年収が低いからっていうのは、うん、この転職に就いたとか、うん、いや私の今日も YouTube で、あ、 YouTube じゃない、 Twitter で見たんですけど、はい、なんかある女の人がね、うん、私は人と話すと、うん、この人がどんな人で、うん、どんな得意があって、うん、どんな仕事をつけばいいっていうのか、うん、分かるんですよ。ゆくゆくはこれをサービスにしたいと思ってますっていうのを見て、うんうんうん、ちょっと苛立つんですね僕は、うん、分かるはずがないと、分かるはずがないと、そんなの、うんうんうん、まあ分かるはずはないですよ。でもちょっと聞いてほしい自分もいたりするんですけど、うん、でも聞いてそれについたところで、うん、成功するかどうかなんて、うん、分からないんですよ。だから成功、まあ、さっきの話じゃないですけど、はい、二等兵がこう転職するかどうかを悩んでた、悩んでましたよ、うん、で何個か言、うん、言って、うん、内定も出ましたよ。内定も出た、はい、って時に、はい、そこを辞めてもうここの会社で社長になるんだって決めた瞬間、その悩みがなくなったっていうじゃないですか。もうめっちゃ楽、うん、まあ、収入は低くて、うん、今週もちょっとあの、うん、今日給料明細出たんですけど、うん、ちょっと震えましたけど、ね、やべえ。でそうすると、はい、そこじゃないわけじゃないですか。そこを手放した瞬間、うん、悩みが消えるんですよ。気になくなりますよ、その悩みは、はいはい、もうここで生きていくって決めた瞬間に、うんうん、悩みはなくなるんですよ、うん、そうすると正しいか正しくないかを考えてるから悩むんですよね、きっと。かもしれない、はい、だとすると、うん、合ってるってすればいい。合ってるも何もないんですよ。それをやるかどうかみたいなとこじゃないですか。でね、でね、まあ、こういうことを考えるのが哲学だ、はいと思っており、うん、また我々はこの動画をね、うん、その哲学をやろうみたいなので、うんうん、一番初めの動画って、はい、そういう哲学の話をしてるんですよ、はいはいはい、で新しい幸せの概念を探すことが哲学だ、うん、みたいなものが定義、哲学の定義だとすると、はい、これも哲学ですよねっていう話を、うんうん、まあ、プラトンもアリストテレスも読まずに話をしてるんですけども、はい、大好き、またこれまた大好き、はい、三浦淳さんとリリー・フランキーさん、はい、もうこのどうやら俺たちいずれ死ぬっつうじゃないですか、はい、っていう中で、うん、いろいろこの人生とは人間とはみたいなのを考えていて、うん、この中でですね、それで結局人生とは、うん、っていう項目があるんですね。で三浦さんは言いますよ、人生の目的はないらしいが、はい、とことん破綻すれば偉人にはなれるかもしれないと、うん、まあこれはそうですよねと、うん、なんか多分動画も先週お話ししたんですけど、はい、なんか我々の動画がいまいちバズらないのって、うん、どちらも中途半端に、うん、皆さんと同じ地平線で成功と失敗を繰り返している同じ人間であるっていう人間の動画なので、うん、バズるわけないですよねって。まあ分かってるよって話です。同じ失敗してるよって話ですもんね。うんうん、っていう、なんで、まあ、とことん破綻すれば偉人になるかもしれない、うん、でリリー・フランキーさんは言いますと、はい、まあ、人生の目的はごく些細なものでいいと、うん、大きな目的を持とうとすると、うん、逆に騙されやすくなって危険ですよ、うん、なんていう話をしながら、うん、リリー・フランキーさんは言います、うん、どうやら俺と三浦さんの思ってる
生きる目的みたいなものは、うん、人生の美意識を生きているうちは、うん、ちゃんと守りたいっていうことなんじゃないですかね、うんうん、っていうと三浦淳さんは言います。少なくともやりたくないことはやらないっていうことではあるよね、うんうん、っていうこの2人の会話、はい、自分の美意識、うん、いやこれ自分で決めるっていうことですよね。自分で、うん、まあ何が美しいかとか、うん、っていうのを自分で決めて、うん、あとは三浦さんは、やりたくないことはやらない、うん、っていう中でその三浦淳さんは、うん、なんか原発の仕事が来たらしいんですよ、うん、ポスターに、はい、あのカエル君を出したいと思ったんですかね、うん、三浦さんの、うん、でもそれは目玉が飛び出るぐらい驚いたらしいんです、うんうん、あのそんな仕事が来てギャラが、あギャラが、ギャラが、うん、でもそれは、うん、俺らしくないなっていうので断ったらしいんですね、うんうんうん、なんかヒントになりますかね。わかんないです、ね、生きづらいと思ってる僕ならやりそうだなと思って、はい、僕なら受けそうだなと思って。でもまあ、僕も今の僕なら受けるんですけど、はいはい、例えばその、アーティストとかの活動をしていた時に、うん、自分のタッチが分かるものに、うんうんうん、まあ、反対してる、うんところだったらやらないですよね、はい、多分反対してるところ、例えば、うん、まあ、左右の翼がありますが、はい、例えばどちらかに属しているとして、うん、どちらかの仕事が来ました、うん、例えば私フード左翼です、はい、アステルパームが入ってる、はい、ノンカロリーのコーラは、まあ、絶対飲まないんですけど、うんうん、コーラから仕事が来ました、はい、受けるな。受けますよ。僕の目的は楽していけるですからねあっていう美意識のもとに生きてるんであれば、はい、そういうことですよね、はい、自分で決めるっていうことですよね。そうそうそう、うん、っていう、うん、なんかその間違ってるっていうのはなくて、うん、まあ、自分で決めればいいっていうことなのかなと、うんうんうん、生き方だと思いますよ、うん、自分の生き方を決めて、あとはまあやりたくないことはやらない、うん、だから自分で決めてるから、そういうあんまり良くないなと思っててもとか成功しなくても、はい、まあ、自分で決めたことだからって思うわけじゃないですか。そうですね、うん、あ、それはあるかもしれない、うん、もう今はまた来年はちょっとまた違うこと、はい、同じようなことで悩んでるかもしれませんけど、はいはい、で何かを決めた瞬間に、うんうん、何かの悩みはなくなりますね、うん、まあ、手放しますからね、はい、うん、やっぱりこの好きな子を忘れられない問題も、はい、誰かを好きになった瞬間に、うん、忘れるんですよ、うん、っていうことですかね、はい、だからまあなんか自分は間違ってるっていうのが来たんだとしたら、うんうん、僕はなんかその尊敬する山田礼二さんみたいに、はいはい、社会がおかしいんだよ、うん、なんてことは全く思わないんですけど、うん、まあ、ちょっとは違うかもしれないねとは思います、うん、なんとかしてくれよもちょっとあるんですけど、うん、まあ、水槽アクアリウム理論とか言いますよね、山田礼二さん。もう一回、アクアリウム理論。アクアリウム理論、うん、あの水槽、はいはいはい、水槽の魚って病気になる原因は水槽の環境が悪いから。ああ、なるほど、うん、でだからこう人間病む人がいるのは社会が悪いから。まあ、うん、それも、うん、でもそれ言っ、あ、でもこれはねちょっとね、うん、ジェネレーションがあるかもしれない、はいはい、どうしてもこのなんか、うん、水飲むな世代は、うん、なんか俺頑張らなやいかんなーがあるじゃないですか。僕が頑張ってないんですよねって。僕はないですけどね。あ、ないです。楽して生きる派なんで。僕はなんか、まあ、その、うん、自分が今うまくいってないのは、うん、僕が頑張ってないからですよねっていうのは、あ、それはありますよ。ああ、うん、で水飲むなは隠れて飲めばいい派だ。あ、それはまあ上手にやればいいとは思いますけどね、はい、うんうん、なんてのを思いながら、はい、